はい、あらば、ようこそおいでくださいました。どうぞお入りくださいませ。ここが、華道家刈谷崎省吾の刈谷さんの別荘でございます。どうぞお入りください。はい、どうぞ。はい、こちらがリビングになります。どうぞお入りください。ここがね、リビングになってます。まあ、なしろ天井が高いのと、それからね、華道家の別荘ということで、お花がちょっとモチーフになってますね。敷地がね、1300坪以上でございますでしょ。軽井沢っていろんな地区があるんですよ。で、ここは旧軽井沢って言いまして、もう本当に本家本元の旧軽井沢。もうね、四方が全部緑なんです。見ていただくと分かる通り。すごくね、ロケーションもいいんですよ。ね、ここがね、今天井高が3メーターぐらいあるのかな。もう全部ガラス面にしたので、すごいここがもうなんか一幅の、絵のようなね、そんな緑の雰囲気になっていて、 R とそれから丸いね、曲線ですね。で、直線とね、つなげてこういう具合にして、結構冬なんかはね、やっぱりかなりマイナス、ね、何十度ってなるので、お部屋をある程度閉めた方がいいってことで、こう具合になってます。で、この部屋の、ここの部屋の一番っていうのかな、まあ、いっぱいあるんですけど、吹き抜けですね。それとこのグリーンですね。で、ここでお食事なんかする、で、ここでお茶なんかするっていうんですけど、こういった調度品、これなんかもパリの蚤の市じゃないですけれども、もう相当古いものですよね、これなんかもね。で、このテイストに合うように鏡ですとか、それからまたコンソールですとか、こういった家具なんかを全部揃えて、まあ一体感のある感じっていうのかな。これもいいでしょ。これはね、ドイツの、見えへんからちょっと言ったらノイシュバンシュタイン城ね。まさしくここにそのノイシュバンシュタイン城がね、出てますけど、このノイシュバンシュタイン城ね、ほら、ルートヴィッヒ2世が建てたっていうね、お城ね。で、そこでね、買ってきたね、クッションね、これもそうなの、ほら、やっぱスワンがね、これもそうね、スワンなのね、ノイシュバンシュタイン城だからね。海外に行くとクッションなんかも素敵なのがあります。そして一番のやっぱり見せ場っていうのが、このチューリップだ、ダリアだ、ね、バラだってね、描かれてるこの壁なんですよ。この壁はやっぱりバーンとインパクトがありますので、これをもう見つけた時にこれしかないと思ってここに取り付けたんですね。で、それと一緒にパッと天井を見ていただくと分かるんですけど、このシルバーの非常になんかちょっとアンティーク風の優雅な雰囲気ですよね。これはもうまさしくちょっともう日本じゃないっていう感じ、ヨーロッパ調の雰囲気ですよね。この天井がね、それでまた縁回りなどが美しくなっているものに合わせて、この壁紙のシルバーをまた選んだんです。そしてなおかつずっとつながって吹き抜けになるあちらの天井も同じ素材、同じ色にして、全部統一感を図るってことですね。それがやっぱりこのうちの特徴ということになりますね。こちらのね、台所キッチンですね。ここも本当こんな天井高いんですよ。天井がね、高いのでやっぱり本当気持ちがいいですね。そしてこちらキッチンになるんですね。キッチンでございます。ここもこのタイルですね。このタイルはブルー系にして、職人さんが塗ったものを一枚一枚をこうやってね、タイルとして見つけたものをね、貼ってもらったんです。やっぱり一番の見せ場というのが、ここからのキッチンからの緑の眺めですね。これはね、もみじですとか、いろんな何種類ものもみじが植えられてんです。黄色になったり、赤になったり、オレンジになったり、みんなね、それぞれ違う種類なので、紅葉の色も変わるんですよ。いっぱい植え込みをして、いまだに、まあ遊歩道だとか
それから、もみじを含めて植栽をねまだまだずっと永遠にやってるっていうのはそんな感じですね。こっちの手が、割とプライベートな空間ってことでね、ここが寝室でございますね。寝室なんです。こんな感じになってます。ここはやっぱり寝室なので、床もね見てください。これは私がデザインをして、正方形がつながってデザイン化された、これがカーペットね。そしてここがベッドになりますけど、リビングと同じ壁なんですこれで。実はリビングで使ったものを逆転させたんです。なぜかというと、ベッドがね、頭がこうくると下の方がね隠れますんで、上と下を逆転させるとちょっと雰囲気がまた変わっていいかなと思ってね。でこれなんかもね、これフィスバのね、綺麗でしょ。やっぱりフィスバのいいものいっぱいありますね。ここは落ち着いた雰囲気ということで、家具なんかはこんな感じにウッドのね感じでこういうのを作りましたね。ここはちょっと大型のテレビ、大河ドラマみたいとかね、ここでねしてますね。いいですよ。ここも本当にここからの眺めがまたこうやってね、本当気持ちいいんですよ。ここが抜けてますでしょ。あっちの方がね、実はねカリッサの駅の方になるのかなね。さあ、でやっぱりなんといっても寝室に近いところにトイレとかね、お風呂場とかをね、作ってますけど、それこちらなんですね。まずね、じゃあちょっとトイレこんな感じです。タイルをちょっとまた珍しいのを使って、雰囲気あるでしょね。まさかこんなね、お客さん使わないんですけど、これいい、面白いね、色彩でシックでね、素敵よね、これいいでしょ。こんななってますね。そしてこちらがね、洗面とそれからお風呂場なんですけど、洗面はね鏡に、またこの鏡をのね、ミラーオンミラーっていうね、インテリアの手法でこうやって作ってます。緑がたっぷり見えます。でここがお風呂場なんですけど、このタイルがまたとっても珍しいタイルで、これは1枚ずつ柄が違うんですけど、それをこんな具合にね配列をしてね、ちょっとこれびっくりするでしょ、素敵でしょね。昼間でも夜でもね、もう自然と合致するようなね、そんな感じのね、あの内と外がつながるような、そんな感じになっても気持ちいいですよ本当にね。ほら本当に寝室のこの抜け感ね、いいでしょね。でもね、ここからは普通の人は入らないにしてもってね、あのプライベートだからね。でも今日は特別ですよね。ここにトイレをね設けましたんですよ。トイレもこんな感じになってます。シルバーにゴールドのね、鏡に生け花をねやってみたんですよ。ほらこれ、あの庭にね落っこてた枝なんです。気質な雰囲気の中にちょっとこういう有機的なね曲線を入れていくと、なんかいかにもって感じがしますでしょ。さあここからね、今ね、このこういった曲線ですね、こういう曲線も特注で、直線的なので、曲線をねこうやって多様化させて鉄でねこうやってね、あの作ってもらったんで、オリジナルのねものなんですね。下に降りてみますか、せっかくですからね。じゃあ下をご案内しますね。さあこんなのもいいでしょね。これもね途中からねちょっとね設計変更してねやってもらったんですけど、ここの階段の手すりもね素敵なんですよね。見てください、こんな風になっててね、もう今夏ですよ、真っ盛りですよ。でもこんなにね花が咲いて、これがねアナベルって言いまして、植えてもう2年になりますね。で最初ね、つぼみが上がってグリーンになってて、で真っ白に咲くんです。でこの真っ白く咲いたのが今の時期になると、このグリーン系で秋口まで、でだんだんあのドライになって、あの冬雪が積もって枯れて、で全部あの下から切るんですよ。そうするとまた春先になって芽が出て、こうやって咲くという、どん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 株が大きくなってきますよ。でこれはしられ桜ね、しられ桜ね、蓮葉がね黄色いの咲いてきたり、本当にね
ね、アジサイも何種類かあるんですけど、いろんな植物が、四季折々でね楽しめるような感じに、あの植栽なんかもしてます。でここがねちょっと広いホールになります。見てください、天井がここだとまあ7メーター8メーターあるのでね、すごく、やっぱりこう窓も見ていただくと分かる通りね、全部ね下から上まで鉄骨で作ってありますので、こんな背の高い窓なので、もうこの自然とね緑とね、その中にポンとこうね佇んでるこういうね建物っていうのが雰囲気がありますね。あ、そうだ、これはこのピアノは本当にいいピアノなんですよ。すごい素敵なピアノの、これ見ていただくとおり、スタインウェイ&サンズとかスタインウェイの、これはニューヨークのスタインウェイなんです。象牙がねこのように2枚になってまして、ね、これも120年ぐらい前のかな。こういう感じでねいい音がするんですよ。今ね楽譜を出さないといけないんですけど、こんな風に座って、ね、朝なんかもここでね上でコーヒー入れてねいただくなんてのも気持ちがいいですし、まあ、全部本当にここは散歩緑ですからね、いい気持ちですよ。すごい素敵な雰囲気ですよ、ね、じゃあちょっと今奥の部屋なんかもご覧になっていただけますか。奥の部屋ね、ではここのうちの特徴はさっきも言った丸円、ね、なぜかというと全て丸く収まる、そんな縁起担ぎもあって丸にしてるんですけれども、今ねここが一つあります。向こうにも目ん玉みたいにあるんですけど、こっちの方ちょっと見てください。さあここはねまた壁紙がちょっと違いますでしょ、ね、こういうちょっと大柄な壁紙ね、テーブルもちょっと丸くしてみたんですよ、ね、これなんか実は私が作ったガラスの器ね、私はねガラスの作家でもあるんです。海外でも、私のデザインしたガラスの器なんかがね購入できるようになってるんです。まあデザイナーですよね、ね、華道家ではあるんですけど、もういろんなものを、着物なんかももう今10年やってますしね、着物のデザイナー、ガラスのデザイナー、いろんなのやってますけどね、ここでこんな風にしてちょっとねまたちょっとしたねお友達なんかとね、そうですね、アフタヌーンティーなんてのもね気持ちいいですよここでね。さあじゃあねちょっとここに実はここのドアをね、ここも天井高いんですけど、ここのドア開けるとここもミニキッチンになってて、こんな風になってますね、ミニキッチンね、こんな感じですね。ここもこんな感じの部屋なんですよね、ここもねこんな感じで、ここも棚になってるんですけど、これがね見てください、お茶のセットのコレクションね、この辺は中国ですね、それからこちらの方はヨーロッパに行った時なんかにね、あ面白いななんていうのをね、これなんかも可愛いね、ほら見て、こんなのがこんなポット、こんなのでね、これねこんな感じな、ね、この辺なんかもちっちゃくて可愛いですし、これも面白いですよ、ほら見てください、こんななってます、これお茶ね、茶器ねこれね、それからこれはもうハスですね、ハスの実ね、これ一つずつこうやって動くようになってます。ハスの実になぜかカエルがいるわね、これね、何かすらこうなって、ここで お茶入れてね注ぐのね、欲しくなっちゃうのね、いろんなのね、こんないっぱいありますね。ちょっとしたこのコーナーなんかもいいですよ、これも素敵でしょ、この家具がね、見てください、こんなになっててね、これなんかはねベルギーに行った時にねブリュッセルでねこういうのね見つけたんですよ、蘭の花でね、綺麗でしょ。じゃあちょっとねこの先またご案内しますね。ここがやっぱり丸くなって、開けますよ、いいですか。はい、今度はこんな具合にこちらでございますけど、ここ書斎なんです。はい、書斎でございます、どうぞね、書斎でございます。ここはねシルバーじゃなくてゴールドをね色をね考えて、ちょっと落ち着いた感じね、このウッディーなねこの書斎のねこの本棚とそれとねゴールドで合わせて、ちょっと落ち着いたね雰囲気にね、書斎っていうことですからね。さあいろんな本もいっぱい種類がありますね。ちなみにこれはねカルサ彫りなんです、ほらこの桜がね
これ桜ね、これね、これがね、あのモチーフなんですよ。まあここはね、こんな風にして、これもいい雰囲気がありますでしょ、ね、でここでこんな風にしてちょっとね読書したり、ね、書き物をしたりなんていうので、ここで窓のまた景色が素敵でしょ、ずっと抜ける感覚ね、これがねもう四季折々楽しめます。それなんといっても静かですからね、やっぱり自然の音の中でこうやって暮らすなんてね、いいですよ。ここはねちょっとこう細長めのね、これだけのスペースがあって、これ真っ赤で、さっきとねシリーズもので、これチューリップね、この地の色が違うんですね、ここがね。だからおしゃれですよね、海外のものって本当おしゃれですよね。ここなんかもねこうやってね座ってねお茶飲んだりとかします。そうすると窓がねもうとっても美しくなって、でねお昼ご飯食べて、おいでねもう2時ぐらいになるとちょっとなんかうとうとするような時は、ここでねこんな風にしてね、ちょっと昼寝なんかもねできるのね、こんな風にしてね、至福の時ですよね。この景色がね、横が縦になったり縦が横になったりするでしょ、そこがまた面白いよね。でこんなお昼寝してたって誰にも見られませんしね。さあじゃあね、ここがもうまるでまるで洋の空間だったんですけどね、またここ行きましょうか。ここにもねまた奥がつながってるんですけど、こうなってまして、またちょっと丸が出てまいりましたね。で丸になんとなくここまで見ると分かりますね、こう襖ですよね。襖をじゃあ開けてみますね。襖を開けると、はい、和室があるんです。ここにねこんな風になってましてね、和室でございます。さあこんな感じですね、景色いいでしょ。ここねこういう具合に、あれだね、こういう風にね全部開けますとね、またこちらの方が お庭のような具合になってね。それで今もう一遍ちょっとここ閉めてみますと、こういう感じね。ここが障子なんですけど、ここね、これ分かりますかしらね、こうやってね、こういう感じになるんですよ。ここがほらこういう風にもなるんです。これでね、ここにこうやって座ってちょっとね眺めるなんて、この感じもいいですよ。全部これ開きますけどね、こういう感じもいいですよ。ほらね、素敵でしょね。開けるとこの感じね、この緑がまたね本当に美しいのね。それでこの部屋は実はここが丸になったでしょ。それでここに円相といってね、よくほらお寺さんなんかあるじゃない。でこの円相も実はここのとこもこうやって開けられるようになってますよね。こんな風にね円相になっていて、そしてこの床の間の床柱ね、これですね、これはね木場に行って見つけてきたんです、自分で。やっぱりこれが特徴があって床柱にはいいなと思ったもんでこれにしたんですね。こうやって違い棚にしたり、これなんかも私がね作った自作のガラスの器ね、これはね実はね白と黒で一番最初に作ってパンダと命名したんですよね。それの色違いなのね。でまたここにもこれなんかもねまたちょっと違うんですけど、これも自分でね全部作ったガラスの器なんですね。ドロドロっとこんなのも世界に一点しかないですから、いいですよ。こういったものにお花を生けるというね、自分で作った器にお花を生けるとね、華道館冥利につきます。そしてまあちょっとこれ見ていただくといいんですけど、これねここのとこのこれね、これは見てください、ここが桜をねモチーフにしてこうやって彫刻されてるんですけど、これは美しいです。あとここもねこんなに綺麗にね細工が施されてるのね。はい、こんな感じなんですよ。これ素敵でしょ。これはなんといっても伝統のある、軽井沢彫りというのね、これね軽井沢彫り、これがやっぱり本当にいいものなので、
これからどんどんカルシタボリをね増やしていこうと思ってるんです。あの職人さんがねどんどん高齢化もしてます。それからねまあシンプルイズベストみたいな風潮が世の中ありますでしょ。ですからねこういったね家具だのなんだのかんだの、ちなみにねカルシタボリはここのカルシタがね、選挙士さんなんか海外の人がいっぱいいらした頃に何年かね赴任したりね住んでて、それをまた家具を組み立て式になってて本国に戻る時にね一緒に持っていくなんていうこともあって、こういったね彫り物でね作ったりなんかもしてるんですよ。これは本当にもう多分これ100年近くするいいものなんですよ。それをちょっとまたね大阪や家具店さんで見つけたんですけど、まあそんなね和室ここはね押し入れがあってお布団がいっぱい入ってますんで、ここでお客さんなんかね泊まっていただくこともできるのでね、すごく雰囲気があっていいですよ。まあなんといってもここからね丸がこう連続するのね、それがねこの面白さっていうかなね、素敵でしょね。これ狙ってね作ってもらったんですよ。まあだいたいアイデアは私が考えてこんな風にしてあんな風にしたいっていうことをねお願いしまして、それをね建築家が具現化をしてこのように建ったっていうことですね。まあ実はね90にそろそろね手が届くねっていう頃になったんで、じゃあせっかくだからこの美しいカルシタのね別荘をね建てましょうということで、まあ、2年ぐらいかかって、設計をしました。そしてまた1年半ぐらいかかって建物がやっと出来上がって、で今木をいっぱい植えてますね。それからまたね遊歩道も作ったり、この建物を建てるためにここに木が植わってたんですけど、それをね伐採しなくちゃいけなかったわけですよ。でその分はもうちゃんとまたその木をきちんと植えて、伐採した前よりもっともっと緑を多くと思って植木を植えてます。軽井沢に合う木合わない木ってそんなのもあるのでね、これからもっともっとどん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 ね進化しますよね。またぜひねいらしていただきたいと思うけどね、そんな時にまあホテルにねお客様ね泊まるのもいいんですけど、もうちょっとねお泊まりになる部屋もね作ってあるんですよ。それご覧になりますか。はい、じゃあご案内しますね。こちらがねお泊まりになる方用に専門で作った部屋なんですよね。どうですか、壁紙がなんかちょっと雰囲気があっていいでしょ。この壁紙ねね、ちょっとヨーロッパのなんかね古城ホテル来たようなそんな感じの壁紙でしょね。気持ちいいですよ本当に。これはイタリアから取り寄せたベッドね、こんな感じなのね。でここがちょうど窓側になるのでね、ちょっとねお泊まりになって、ここからの眺めがまた本当に抜群ですよ。何にも見えませんもん、もう緑しか見えませんもんね。これはね本当に気持ちがいいですよ。なんか本当は外に置いておくんですけど、ライトなんですよこれね、鳥のね。まあそんなこんなでねここでねゆっくりとね過ごしていただければなとお客様ね思いますね。うちのインテリアはもう唯一無二のインテリアね。そしてね見せ場をいっぱい作るね、それでいてきちんとこうやって暮らしが成り立つっていうのはね、そういうもうね60過ぎましたんでね、まあね人生もね中期後半でしょ。思い通りにねこうやってね暮らし向きはね自分のテイストに合ったものでね、楽しくね過ごしたいなってすごく思いますよ、ね、私が直接指導いたします花の教室のご案内です。1万5000コースと3万円コースと2つのコースがありまして、それでまた生け花コースか、それかまたは刈谷崎書房スタイル、この2つのうちから選んでいただきます。お花を3つ受けていただきます。デモンストレーションさせていただきます。そして美味しいお菓子と和菓子洋菓子ね、お茶会付きというコースが3万円コースです。デモンストレーションが講師がやってお茶会なしというのが1万円5000コースでございます。
ぜひ銀座港皆様おいでください。お待ち申し上げております。私は直接指導いたします。